難民申請は不認定となりました。埼玉で暮らすクルド人の高校生、ずっとこの日常が続くと思ってた。大丈夫だよね、ここにいられるよね。推薦ダメになったんですか。ねえパパ、なんで帰ってこないの。本当は東京に来ちゃダメなの。しょうがないよ。しょうがなくなんかないよ。せーの、目を閉じて今何が思い浮かぶ。おいしいマイスモールランド。クルドの挨拶、こんにちはとさよなら。